働きやすい会社から働きやすい社会へ。はい、どうも、社会保険労務士の大月です。本日もゲストに富田先生にお越しいただいております。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のタイトルはですね、資格学校に通っても受からない人の特徴ということで、はい、刺激的なタイトルで、まあ今ぐらいの時期だと、まあ、学校に通い始める人とかいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、試験が今年は受けないでっていう人はもう6月とか7月ぐらいから通い始めてると思うんですが、だけ大勢通ってても全員が受かるわけではないわけですから、受験の講師はですね、まあ、これで20年以上かなやらせてもらってるんですが、はい、こういうところを少し直したらっていうのはあるんですね。そのあたりのお話をね、今日差し上げたいなというふうに。なるほど、はい、このポイントいくつぐらいあるんですかね。3つほど考えてまいりました。1つ目はどういう特徴の方ですかね。はい、1つ目はですね、復習をしない人なんですね。それはあれですか、学校に行って授業を受けてとりあえず終わりみたいな。そうです、うん、実は結構多いんですよ。これはもうその勉強の時間が取れないっていうのもあると思うんですが、うんうんうん、ただ学校に通うっていうのは、まあ、その自分で一から勉強するのに比べて、うん、まあ、その慣れてる人間が教えてくれると。はい、で、はい、それをでも復習しなきゃ身にはつかないんです、うん、先生の言うその復習っていうのは、いわゆる問題を解くとかっていう以前にもう一回内容を理解を自分でするっていう、はい、そういう復習でいいですね。はい、例えばじゃあ1回2時間の講義を受けました、はい、でテキストがじゃあ30ページ進みました。そしたらその30ページの内容をまず復習してほしいんです。1回2時間ダーッとこう通しで聞いて、でまあお仕事帰りで疲れたりとかしてですね、うん、集中力が切れるところもあって、うん、で2時間聞いただけで頭にきっちり入る人なんて、まあ、いないんですよ。必ずね、そのやったところを復習してほしい。でこれもうちょっと付け加えると、予習復習って言ったら復習の方なんです。予習の方はね、別にやらなくてもいいんです。特に初めて勉強する人はその書いてある言葉自体が分かんないところっていっぱいあるから、うんうんうん、そこを一生懸命やってその時間使っちゃうよりもですね、よっぽどその講義やった後にその内容を復習する方が効果的なので、はい、うん、ただそれをやらないと頭には残らない。具体的なお話をお聞きすると、まあ、テキストが多分あると思うので学校行くと、まあ、それを読み返すっていうところの復習でいいんですか。本当にその通りです。読み返して、あ、先生こう言ってたこう言ってたこう言ってた、メモ書きがあればまあそれでもいいし、なければその時書いてもいいし、うん、まあ、書かなくてもいいし、うん、でもどっちにしても頭の中でもう一度ぐるっとこう一周させるんですね、うんうん、それがとっても効果的なんですよ。授業で聞いてる時に、あ、そういうことかって頭に入ったんで、復習するときもうこれ分かってるからいいよなっていうのを飛ばしちゃいけないってことですね。もう本当によくあるパターンでして天才型の人ほどそれでうんうん分かってて、その後やんないんですよ、うんうん、そうするとところが頭には必ず定着してないので、うんうん、それをね、必ずもう一度とにかく通読でいいから、うん、やってるとその記憶が蘇ってこう定着するんですよ。この社労士という仕事をしててもよくあるんですけど、誰かに説明できるぐらいにならないと身につけてるとは言えない、はい、まあ、早くやった方がいいのか、ちなみに。はい、すぐです。すぐをお勧めします。記憶がまだ頭に残ってるうちに繰り返すと必ず効果的です、うんうん、なるほど、まあ、ぜひそういうルーティンをね、ぜひやってほしいなと思います、はいはい、じゃあ1点目が復習をしろということで、はい、じゃあ2点目は何でしょうか。2点目はですね、講師の言うことを聞かずに勉強を進めちゃう人。いや、これ実はこれまた結構いいです。気持ちが分からないでもない気はしますけど、はい、はい、ご自身の焦りもあるし、はい、なんていうか自分のペースでどんどん行っちゃうと。でところがそうすると今度逆に講師の話を聞かなくなっちゃうんですね。でそうするとでも独学と一緒になっちゃうんですよ。それはあれですかね、なんとなく自分で進めてるから習わずとも分かってる感覚。その感覚です。そうです。で聞いてるのもまあ復習がてらみたいな、そういうパターンです、うん、特に2年目以降の方で、もう自分でどんどん進められるぜと。講義は本当に復習がてらで、うん、なんかまあ知らないとこ1箇所ぐらい聞いておきゃ十分元取れるぜみたいな、うんうんうん、それはもうお気持ちは重々分かるんですよ。分かるんだけれども、でも講義はちゃんと聞いてほしいんですね。どんな講師も必ずちゃんと言うことは言ってるはず。これはまあ、受からない理由としてはどの辺が一番でかいですか。やっぱり今さっき言われた、はい、その独学でやった気になって、ところが実際には穴があっちゃうよという、うんうん、独学でやった場合には必ずそのどっかこう知識が足りないところが必ずあるので、うん、そこが穴になってて、そこにはまったっていうパターンが本番では多いと思います、うん、まあ、さっきの1点目でお話しいただいてましたけど、まあ、予習はいらないっておっしゃってたのはまさにその通り。そうなんですね。な感じなんですね。焦りは分かるんだけど、講義受けて、でそれを復習してと、まあ、だからさっきのと合わせると学校で授業を受けて、まあ、復習は絶対しろって話じゃないですか。だからその先に行くんじゃなくて、そっちの復習に時間使えってことですね。講師から言うとそうなんです。必ずそのどっかに独学の場合には必ずその何かしら穴っぽいものができるはずで、そこは
その通読でも何でもして潰してほしいんですね、うんうん、でそれができてないと そこの穴にはまってしまうことがあり、得意な部分は多分自分でテキスト読んだだけでいけると思うんです、まあ、せっかく学校行ってるのにねっていうことなんですね、うん、じゃあいよいよ3つ目、はい、テキストの内容を超えたことばかりを知りたがる人、はい、例えばどういうことですか。これまた2年目以降の方が多いんですが、はいはいはい、あのもうテキストの内容大体分かってると、はい、俺知ってるぜと、はい、そうするとそのさらにまあ実務のこととか考えた場合は、うんうん、あれこういうケースの時どうなんだろう、こういうケースの時どうなんだろうと、なるほどなるほど、いうのっていうのはその実務考えればまあ出てくるわけです。特にあの社労士に関係することは働いていらっしゃることなん、うん、方なんでが多いので、うん、実際自分の会社とか見聞きしたこととかにくっつけていって、あれこれどうなの、あれどうなの、あの時どうだったんだろう、うん、を考え始めちゃうんですよ、うんうんうん、でところがそれはテキストには書いてないところっていう多分にあるわけです、うんうん、あのテキストは試験に出るところ その7割取れるよっていうレベルをちゃんと超えられるように作ってあるんだけれども、うん、逆に言うとテストとかで聞いてないことって、まあ、実務上のことでも載っけてないものもいっぱいあるわけです、うんうん、試験にはいらない知識なんですよ。無駄なのが多いし、はい、あとはなんか余計なことを覚えそうですよね、はい、やるなとは言わないです。後々その実務になった時に必要になる知識かもしれないなんだけれども、優先順位付けなんです、うん、まずテキストなんですよ。っていうあのテキストだって1000ページ超えてるので、こういった本は、うんうん、それマスターするのって結構なもんなので、まずそこに集中してほしい。でそうしないと逆にテキストの中の方が穴になっちゃうんですよ、まあ、実務上のことってなんか特殊な事情とかによって変わってくるんで、はい、そういうのをなんか覚えようとするとちょっと難しいですよね、はい、確かに。ご質問をお受けした時にはちゃんとお答えはするんだけれども、うん、必ず最後にこれは試験には出ませんって申し上げるようにしてます。でと、3つをちょっともう一回おさらいをすると、1点目がまあ習うだけ習って復習をしないで、はい、聞いただけでおしまいにしちゃうという、はい、で2点目が講師の言うことを聞かずに勉強を、講義のペースは無視し、うん、自分のペースでドドドッと声を聞くというね、うん、どこかしらに何かの、うん、その穴みたいなものを作ってしまっている可能性があると思います、うんうん、そして、3つ目最後にお話しいただいたのが、テキストには載ってこないような、まあ、要は学校で教えている内容とは全然かけ離れたことを聞いてくると より細かいその もっとこうさまつに入るところを一生懸命聞いちゃうと、そうするとそっち側に知識と時間使っちゃうと、でも大元の大事なテキスト部分がなくなっちゃう。ということで3つおさらいをしたんですけど、まあなんかあの改めてこうやって並べてみると、学校に行っても通っても受からない人は講師の言うことを聞かない人ってことですね。あとなんかお化けでなんかあったりします、やっぱりそうすると最後のところに重なっちゃうんだけれども、時としてこう非常に普通にこう例えばじゃあ試験あの講義が終わりました、リアルな教室でやってるとすると、うんうん、あの前の方にまあ教壇があって、そこに座らし、まあ、お話をして、で講義終わったらまあそこの椅子に座ってと、うん、いうことをさせてもらうと、講義終わるとご質問頂戴する方々がこう並んでですね、はいはいはい、順番にご質問される、はい、その時に3つ4つとか5つぐらいまでの質問っていうのは普通にあるんですね。中にですね20個ぐらいご質問される方とかいらっしゃるそういう方って講義の中でお話ししたことをやっぱり聞いてない人なんですよ。講義聞いてるちゃんと聞いた方って質問ってやっぱりちゃんと、うんうん、なんていうかこう、こっち側があなるほどそういう質問かっていうふうに分かる、そうじゃない方の質問って数が多くって、あのいやそれお話ししたいよねっていう、うん、ところが多いです。まあなんかあとちょっと私もピンときたのがあるんですけど、なんか途中で引っかかってこれ後で質問しようと思うと、なんかそこでなんか止まっちゃうんですよね。あのそこばっかり聞いててその間に15分ぐらい、まあなんか質問とか分かんないのがあったらもうメモっといて、はい、講義を聞いた方がいいと思います。でもうそこは飛ばして、はい、そうです、一旦頭の中からどかして、あのまた普通にこうまっさらで講義聞いて、うん、最後終わってから見直して、と考えてもらえればいいかなと、うんうんうん、あのいろいろお伺いしましたが、あの答えはある程度、まあ、共通ですね。特徴は先生の言うことを聞かない、あのせっかく講義にお金払って来られてるんで、はいはい、あのどんな講師であってもちゃんと経験者ではありますから、まあ、ぜひそこら辺は、はい、講義を聞いていただければと、はい、ということで、まあ、資格の学校に通っちゃいるんだけどなかなか受からない人の特徴ということで3つお話をさせていただきました。まあ、あのまだ年明けてないんで、もしその受けるスタンスが違ってたのは今ではまだ間に合うんでね、今からその授業に臨む姿勢みたいなのをちょっともう一回見直していただいて、ぜひ復習だけはお願いします。そういうきっかけにしていただければなと思います。この動画ではこのようにあの試験に関する動画をお作りして配信しているんですが、何かあのこういうものを取り上げてほしいとか、こういうところちょっと独学だと難しいので、なんかうまい説明動画があるといいななんていう、まあそんなリクエストでもあれば概要欄の方の LINE からぜひお寄せいただければ、採用させていただきますのでよろしくお願いします。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。